どうも阪神タイガース応援チャンネルの主健太です。よろしくお願いします。本日は先日から言ってた、ZOZO マリンスタジアムに来ております。もう目の前です。いやーね、海浜幕張駅から来たんですけど、ちょっとだけ遠いね。思ってるよりバスとか出てたんですけどね、こういうのは歩いていくのが楽しいんで。いやーなんかちょっとね、今日屋台とかやってます。こんな感じです。行きましょう。着きました。初マリンスタジアムです。こんな感じです。さーて、まだね、今の時点ではスタメン発表されてないんでちょっとわかんないんですけど、まあどのスタメンが来てもすごく面白くなるんじゃないでしょうかというふうに思っております。外野スタンドなんでね、まあこの動画出すの最後なんで今言っても関係ないんですけど、まあ外野スタンドにいるんでよかったら声かけてください。今言うことじゃねえな。まあまあとにかく今日はね、全力で楽しんで応援していきたいと思うんで、よろしくお願いします。ではまた終わってから。勝ったー、落ちました。今からヒーローインタビューです。誰出てくるかな、あの人かな、待ってるよ。11対3で勝ちましたね。今日は快勝ですね。交流戦初日ということでね、こうやって勝ち切れたのはめちゃめちゃ素晴らしいんじゃないでしょうか。というわけでヒーローインタビュー始まります。誰や、原口、さてちょっと聞きましょうか。梅野選手と原口選手です。ちょうど昨日まずはお一方でゲームを決める決勝ホームラン、梅野選手ナイスバッティングです。梅野同点の場面でゲーム決定づける大きな一発、右方向への当たりでしたが、ご自身振り返っていかがですか。
やっぱり和久井さんの一番いい球を打てたっていうのは本当に良かったです。かっこいいこと言うな。今シーンホームランは2試合連発、さらに今日も2安打、バッティングの状態いかがですか？まあ状態はいいんですけど、しっかり1打席1打席集中して、入れてるのが、好調の原因かなと思います。そしてチームとしても交流戦白星発進になりました。明日のゲームに向けて最後にタイガースファンに向けてメッセージをお願いします。言うのかな、交流戦始まって頭を取れたので、この勢いでそして、チームに合流してくれた原口が今日は遅く前やな。チームとしても本当に頼りになる、グッチが帰ってきたことが本当に、自分自身も嬉しいですけど、チームが本当に活気づいて、また明日頑張って、いい結果を残したいなと思います。はい、ありがとうございました。また決勝ホームランの梅野選手でした。さあ、そして先ほどからも大きな声援で原口帰ってきた、その気持ちというのはいかがですか？そうですね、本当一軍はね、素晴らしい舞台だなと改めて思いました。原口さん、改めて1月の大腸がんの手術の公表、そこから一軍復帰までの道のり、ご自身いかがだったんでしょうか？そうですね、本当にたくさんの方々にね、支えられてここまで来れたので、本当にたくさんの人にね、感謝の気持ちしかないです。そして今日一軍登録、そしてチャンスの場面で代打で送られました。あの時の気持ちどうでした？そうですね、まあ、自分の中ではあまり緊張をしてないと思ってたんですけど、まあ、終わってみたらもう胃がキリキリ痛いですね。あかんやあかんや、次いいかよ。改めてフェンスダイレクト、さらにはヘッドスライディングも出ました。あの打席、ご自身で振り返ってどうでしょうか？そうですね、まあヘッドスライディングするのも 2,3 年ぶりなんで本当ちょっともう勢いに任せていってしまいました。ファンの皆さんは本当にこの日を待ち望まれていました。今後に向けて最後にタイガースファンの皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、チームもすごくいい雰囲気でやってるので、なんかその前にね、戦力として加わっていけるように頑張りたいと思います。おかえり、ありがとうございました。おめでとうございます。今日のヒーロー網野選手、そして原口選手でした。原口選手ね、打席立つだけでいいと若干思ってたんですけどね、ここまでいい形で、ね、応援が鳴り止まないです。打席立つだけでいいと思ってたんですけどね、まさかタイムリーツーベース、凄まじいわ。やっぱあの人はこれからもね、活躍してくれると思うんでね、期待したいと思います。初戦取れたんで、明日も取れるように頑張ります。これじゃないけど、選手頑張れ、応援頑張ります。